皆さんこんにちは。言語と文化を教えながら、さまざまな国に共通する社会病理現象を研究しているドクターサムライです。私はこれまでチャールズ・マンソン、サン・オブ・サム、ヒルサイド・ストラングラーなど米国の連続殺人犯と呼ばれる人たちと直接やり取りを重ねてきました。そんな中で今回は座間市で起きた自殺サイトを使って被害者をおびき寄せ、9つの頭部を自室のクーラーボックスの中に保管しておいたという白石貴博による座間殺人事件、この事件が無差別殺人という大きな構図の中の一体どの位置に当たるのか、そのことについて簡単に説明してみたいと思います。こちらのフリップを見てみてください。一般に無差別殺人というのは、一つの場所で単発的に複数の人間を殺害する秋葉原のような大量殺人から、一人を殺害するごとに冷却期間を置いてまた一人、冷却期間を置いてまた一人といった連続殺人、それから比較的短い期間に一気に複数の人間を殺害するスプリー殺人、この3つに大別されます。そして、それぞれその背景は、大量殺人の場合には家庭における一定のレベルを超えたネグレクト、連続殺人の場合は家庭における一線を超えた虐待ということができます。で、気をつけてほしい点は、この連続殺人と大量殺人というのは決して明確に線で区切れるようなタイプのものではなく、基本的には線でつながっているということです。ですから、このスプリー殺人も大量殺人的なスプリー殺人と連続殺人的なスプリー殺人に分かれます。ただし気をつけてほしいのは、大量殺人的なスプリー殺人の場合には、確かに家庭内での一線を超えたネグレクトが存在しますが、外部の人間との交流する機会が確保されています。連続殺人的なスプリー殺人の場合も、家庭において一線を超えた虐待が存在しますが、やはり外部に友達といったような交流する相手がいる。そのため家庭という密室に閉じ込められた場合のネグレクトや虐待は、かなり人間の人格自体を歪めてしまいますが、このスプリー殺人の場合には自分で説明することのできない怒りを抱えながらも外部との交流があったことから、正常な感覚、相手をちょっと思いやったりとか、そういった正常な感覚をも併せ持っているということが言えます。そして、それぞれのキャラクターですが、この連続殺人、大量殺人、スプリー殺人、そのどれも一言で言えば歪んだ形での復讐ということが言えますが、大量殺人の場合にはそれを自分の使命として完全に正当化して、これを行うことが自分のミッションなんだというふうに、復讐と使命といったイメージで殺人を行う。一方の連続殺人の方は、殺害行為や相手を傷つけること自体に快感を覚えてしまうという場合です。で、連続殺人的なスプリー殺人の場合には、こちらですね、一旦火がついてしまうと一気にもう止めることができなくなってしまうと、ドドドドッと言ってしまう。一方の大量殺人的なスプリー殺人の方は、やめたい、一回やるたびにやめたきゃ、こんなことしちゃいけないんだと思いながらも、やめることができずにそこにはまってしまうといった脅迫的な症状になります。そしてこのすべて、大量殺人、スプリー殺人、連続殺人も、その症状はだいたい思春期以降
つまり思春期が遅くて18歳ぐらいですが、その後あたりから11歳から18歳、その後あたりから少しずつ、症状が始まっていると。こうした全体の中でこの座間事件の白石貴博はどこに位置するのか。答えは連続殺人的なスプリー殺人ということが言えます。彼の場合には3ヶ月という比較的短い間に9名を殺害しています。ということはだいたい概算で1週間に1遍という計算になります。そういうことで一度殺害してしまったらそこドドドドッと咳を切ったように殺し続けてしまったと、あとさえ構わず捕まることも考えずに殺し続けてしまったとい う連続殺人的なスプリー殺人で、ということは逆算するとスプリー殺人というのは先ほども申し上げた通り人との他者との交流の機会が幼少の時にきちんと設けられていたと。これはどこでそんな形が設けられていたのかと。どの家庭もそうなんですが比較的幼い頃というのが父親と母親の夫婦仲が良いことの方が多くで、特に、白石の場合には妹さんと非常に仲が良かったということが確認されています。それゆえ、小学校に上がってからも友達と一緒にゲームを行ったりと、中学校に上がるくらいまでは友達もキープすることができていたと。ところが徐々にどの場合もそうなんですが小学校後半から中学校に上がる頃になると家庭内の力学が変わっていきます。そんな中で家の中では妹だけを可愛がるような環境が出来上がっていきます。17歳の時には母親は実際に妹だけを連れて家から出てしまっています。ですから小学校の高学年に当たる頃から白石自体は家庭の中の汚れ物のような存在になっていたと。どうせ俺は妹みたいに可愛くねえよと、俺なんか生まれてこなければよかったんだよと、そうしたような怒りを覚えます。ですから、基本的には連続殺人の場合の虐待というのは肉体的心理的虐待、このバカがとか死んでしまえとかから存在の否定、それから男性の否定と3種類に分かれますが、白石の場合には家庭内で妹がいて外に小学校中学校の友達がいて交流をキープしながらも妹ばかりが可愛がられていく中で自分なんか生まれてこなければよかったんだというふうに存在が否定された形ということになります。では今度は細かい点について一つ一つ一問一答形式で答えていきたいと思います。まず1点目、なぜ自殺サイトなのかと。連続殺人犯というのは言ってみたら確立された人間社会の中における肉食動物と考えることができます。彼らは自分にとって最も得意な狩り場を設けて獲物を誘おうとします。白石の場合にはコンピューターの使用に長けていて小学校の頃に表彰されたこともあると。また、中学校の頃、失神ゲームとで首を絞め合って、失神するようなゲームをやったことがあると。そうしたことからコンピューター、それから首を絞めるといった行為で自分でも自殺未遂を何度かかっていますから、こうした自殺サイトが自分にとって一番手頃な狩り場であったということが言います。2点目、名前も年齢も知らない者たちを殺したと。これはどの場合にも言えることなんですが、基本的に連続殺人というのは被害者のことを人間だと思っていません。ですから、限りなくまるでバービー人形と同じように物として扱いたいと。会話をすることでその被害者が人間だという意識が高まってしまいますから、意図的に名前も聞かなければ年齢も聞かないということは多々あることです。3点目、9つもの頭部が自室のクーラーボックスの中に置かれていたと。これは本人はその死体の頭部の
始末に困ったと言っています。それは事実だと思います。ですが一方で連続殺人犯にとっては、他者を人を殺すということが非常に大きな成功行為だというふうな位置づけでいます。言ってみたら、何か非常に優れたことをして新聞で自分のノーベル賞を取って自分の名前が出たりすると誇らしく思います。それと同じように他の人間を俺は殺すことができたんだという無意識の満足感、成功感というものが殺人には伴っています。ですから頭部を遺棄できなかったというのが最初の理由ですが、部屋の中に頭部を置いておいてたまに開けて見てみたりすることによって自分の成功感を再確認したものと考えることができます。から4点目、ここが一番大事です。なぜ9名もの人間を首を吊る形で殺害し、なおかつ自室の風呂場で自分で血だらけになりながらバラバラにし頭部だけを保管しておくといったような、ここまでの異常な、猟奇レベルはどうして可能になるのかと。その答えは2つです。1つは家庭の中で自分の存在を否定された。俺なんかどうせ妹ほど可愛くねえよ、俺なんか生まれてこなければよかったんだよと。ただしその怒りというのは直接母親にぶつけることはできません。そのようにして押し抑圧した怒りというものは空想の中で止めどないレベルまで腐敗しています。これは文字通り人が死んで腐った匂いとか、人を殺害して返り血を浴びたりとか、そうしたこと自体が快感になるほどまでにその空想というものは腐敗したレベルにまで、到達してしまいます。それが一つ。それからもう一つこれを理解してほしいんですが、虐待をされるということは外部から力がかかります。外部から力がかかれば、作用があれば必ずそれに対して反作用があるというのが物理の最大原則です。ですから皆さんの場合もそうですが、手とかをぶたれた場合に反動的に痛いなって、これと同じ仕組みです。ですから元は家の中で妹ばかりを可愛がって自分はまるで、黒い羊の扱いを受けていたというふうな状況であったとして、自殺未遂を何度も図りますが、それが思春期を経過する頃に、男性ホルモンの増加に伴って、またマスターベーションを繰り返すことによって、この家庭で与えられていたネガティブな作用が反作用として思春期を通って、ひっくり返る、すり替えることになります。つまり自分を殺したいと思っていたものが他者の他の女性を殺したいといったような形ですり替わっていく、そうした形で生き残っているというのがこの連続殺人のメカニズムです。5点目、もともとは金銭強姦目的であったと本人が言っていると。これも事実だと思います。ですが非常に多くあるパターンは、もともと金銭、一度目の人間を殺した時に、被害者を殺した時に50万円ほどお金を持ってた、あ、これ楽に稼げるなという思いがあって次も殺していって、あの金銭をかで強姦するたびに、顔を見られていますから始末しなければならないと。その始末して殺害した時に自分が予期していなかったような快感を感じてしまいます。ですからこうした金銭強姦目的から始まって、証拠隠滅のために殺害したものが基本的には殺害という快感に結果的にはまってしまうというのが非常によくあるパターンです。で、最後のところですが、一般に、連続殺人を行う人間というのは幼い頃動物虐待、それからおねしょ、放火といったこの3つ、マクドナルドのトライアングルというふうなことが言えるんですけども、これがある場合が多いと。白石の場合はどうかと。これは 100% 確認が取れたわけではありませんけども、
動物の虐待等はしていない可能性が高いです。なぜならば、一番最初にお話ししました通り、白石の場合には家庭の中で存在を否定されるという心理的な虐待があったとしても、存在否定の虐待があったとしても、一方で、外部との交流が維持できるということで、正常な人間としての感覚は発達させることができています。ですから、普通の本当に神聖の連続殺人のように密閉された家庭の中で圧力がかかって人格が変質してしまうというのとは種類が異なって、正常な感覚と自分では説明できないような他を殺害したいという願望が、その2つが共存しているというのが、このスプリー殺人の心理構造です。それゆえ、外部に交流があった分、直接動物を虐待したりとか放火したりとか、そうしたのガス抜きができている分、そういうものに手を出していないという可能性も十分に考えられます。最後になりますが、今回の白石貴博によるザマ連続殺人事件、答えは、家庭内で妹ばかりを可愛がり、妹だけを連れて母親ができてしまったことによって自分を完全に否定された、そのやり場のない怒りが頭の中で限りなく腐敗していったがゆえに、9名もの人間をバラバラに殺害するまでに至ってしまったと。その一方で、殺害行為が発覚した時に、車の中で眼鏡の下から手を入れて自分の顔を隠したりとか、あと実際には本当に自殺するのを食い止めたようなケースもあると。そうした優しい面というのは、幼少期に妹、そして小学校中学校くらいまでは他者と交流していたという、このアンバランスなプラスとマイナスが心の中で、怒りとそれから政治の感覚が入り乱れているというのが、今回のザマ殺人事件の答えであります。つまり連続殺人系のスプリー殺人というのが、この白石貴博の連続殺人の答えということになります。以上です。